はいどうも、マナマンです。今回はこちらのゲーム、スプラットウォーズっていうゲームやっていこうと思います。ちょっと数回遊んでみたんですけど、まあ、あのイカゲームイカゲームにかなり似てるっていうね、システムが。ではちょっとやっていきましょう。4対4のオンライン対戦ができるっていうね。あと1人かな。マッチングが開始されると始まるんですけど、揃うと。あ、1人抜けちゃったね。あと1人入ってきたら始まります。この4対4。どっかで見たことあるよねっていう。さあ、スタート。さあ、みんな一斉に塗り始めました。左と上のブルーと赤色。まあ、マップを大きくすればね、どういう感じかっていうのもわかるんですけどね、さらに。ちょっと見せましょうか。ポーンと押すと、今の戦況とかも。まあ、この人に行けば飛べるっていうね、飛べたりもしますね。どっかで見たことあるゲームっていうね。お、うまい。倒した。まあ、これがスマホで遊べるっていうね。まあ、移動は左のスティックのやつで移動できて、インク塗りはこの右のスティックの方向で塗る感じですね。うまいな、誰か。知らないけど。めちゃくちゃうまい人がいる。てかめっちゃ塗りつぶしてるな。もうほぼ買ってるよね。そしてインクの回復はこの赤色のボタンを押すことによって回復することができますね。自分も倒したい。逃げたか。危ない。敵陣地まで追い込んだ。出てこれない。完全にもう勝ちだな、これ。ああ。ちょっとひどい。ひどい、これ。ちょっと見てみましょう。ほぼもう塗り替わってるっていうね。まあ、こんなすごいことになるとは。まあ、ダメージの与え方っていうのは、この色に、ああ、倒された。色の相手の色に乗っちゃうとダメージが入るっていう、まあ、味方のとこまで一気に飛んじゃって、こいつを倒すにはここに色をたくさん塗っていれば自分もキルできるはず。よし、まあこんな感じかな。インクをぶつけて倒すっていう感じじゃなくて、やばい相手の色を踏んじゃうとダメージが入るみたいなシステムかな。だから後ろから追っかけた方が倒しやすくなっちゃうみたいな。おっと、囲まれた。やばい。大丈夫か。ひどいぞ、ここ。だからあと残り10秒。あー、ちょっと移動できない。うわー、死んじゃったわ。若干ラグ差はあるよね。でもこれ圧勝だね。まあ、こんな感じのゲームですね。まあ、ちょっと気になったんで、ダウンロードして遊んでみましたけど、まあ、当然楽しいよね。あのゲームのシステムのまんまだからね。はい、では、今回はスプラットウォーズを遊んでみました。よかったら遊んでみてください。ご視聴ありがとうございました。